ようこさんの服って言ってなかった？あ、なんか皆さんの服って言ってました。嘘だ嘘だ今嘘だ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 。最初ゆるキャンライフの方を見てて、ゆるキャンライフって何？どこのキャンライフ？それさ、ゆるいって思ってんだよ。ゆるい動画って、いや、ディスってダメ、正解。なんかそれが関連とかで出てきて、そっからちゃんまさん知ったんです。日キャンライフだよね。あ、そうです。あ、その色いいんだな、かわいいな。ねえ、他とかでもいいですよね。ちゃんまさん、やっぱこういうスカート似合うよね。かわいい。今ね、着てる。うん、ね、履いてみて。あ、そう。かわいい。私、本当に今ね、本当に自信ないの。大丈夫です。みんな。マネージャー、ようじゃマネージャーじゃない。マネージャー。ちょっとマネージャー。あ、かわいい。かわいい、かわいい、かわいい。なんかよく動画で見る絵だね。昨日見たわこれ。ここ店長なんです。店長。いや、かわいいな。あ、そうだ、お金出す人だ。うん、いいね、かわいいですか。色もね。意外と高いよこれ。あ、そう。びっくりするよ、聞いたら。でも結構なんか広がるね。私さ、こういうハリカンのスカート履かないじゃん、うん、ただこの素材ならってと思って、これならまだこの上と合うね、めっちゃ、ね、うん、あら、この上と合うよね。てかこれいいのよ、お腹周りめっちゃ。どう、うん、これ白スニーカーに履きたいね。あ、そうですね、白スニーカーに足行こう。あ、この感じで、この感じ。なるほど、白です。あ、白です。白ね。大丈夫です。ね、白です。かわいい。好きよ。だって私去年これ本当に似たやつ。いくらする？これ1万いくらで10パーで9000円。あ、1万以内で買えるんだ。高いでしょ。だんだん。人のことだとさ。人のことだと。わかる、あのデニムのさ、アウターのさ、あの安いとか言ってた。超えた昨日。人のことだっけ？一万ちょっとだよね。一万1000円。だって阿部ちゃん知ってるけど、私高い服買わないよね、まずね。なんだっけ、どれだっけ？いや、でもあのブラス買っていただきますよ。あれあれ。ああ、あれ1万いくらぐらい？はい。あれ安いって言ったの？して。安いって言ってました。安い、安いんじゃない？なんかね、あの。セール除外品で前オーワンジーチュール、あれは1万去年の夏。でも6000円で、私この悪いけどなんかもっと安く。だってもう触ってみ、なんかこれでも独特か。
でも可愛いよね。かなり。かなり可愛い。なんで買わないの、阿部さん。私ですか。私すごいじゃない。なんか横ちゃんちゃまちゃんのヘアメイクみたいな。そのちゃまちゃんのカバン持ってる。ヘアメイクさんみたいな。AD さんか AD さんか。まあこれぐらいかな、横ちゃんもプレゼントしてくれるんだ。でもさ、似合うよね。色と柄の大きさもちょうどいいです。あのね、大人でも履けんだよね、このチーズ。そうだね。そうですね。絶対これそうなのよね。あんまりこう細かいとか、銀河感じみたいな。銀河チェックとか。上げるとどのぐらいの感じの。そこは。腹広がりぐらいあ、でもそんな広がらないよ、そんなに、うん、そんなになんかさ、ちょっと違うじゃん、これ着方違うよ、なんかあれ縦が左に行きます、あ、こうなんか着方もおかしいじゃん、こうあ、そうですじゃん、はい、ほら、全然違うでしょ、え、なに、散々今撮ってたってことえ、じゃあカットするわ、あそこ、え、嘘でしょ、一生懸命撮ってたけど、ちょっとだけ腕プルプルだけど、そうですよ、そうね、なんかさ、こう囲まれるとさ、買わなきゃいけない横ちゃんの気持ちわかるわなんか、もうみんなに見られてでも、あのさっきと向き変えたらなんか違うさ、うん、あ、やっぱこれでね、うん、もうちょっとボリューム感なくなった感じはあります、さっきもちょっとボリューム感あったもんね。でこれが前に来てたからね。あのさ、かなり可愛い。鏡で見るより、こうやってさ、画像で見る方がすごく似合うのがよくわかる。うまいな。いや、私あの動画であの黄色いやつちょっと似合ってないかなと思ったの。でもなんか動画にしたら、あの昨日の見たらね、いいよね。似合ってんじゃん。だってあれ来た瞬間うちの旦那と、あ、これだねって言ったもん、二人。私いろいろ着てって、うん、あ、これって私は散々、そう、散々散々って言い方があるけど盛るまくれない散々してくれました、散々言い上がってる散々ギリギリまでどうしようどうしようって言ってて、そう、うん、あれ良かった、だから画像で映る方がすごく素敵に見えるんだよ、でもね、これ何がいいって横ちゃんわかる、オールシーズンなの、はい、春夏いけるし、ね、秋冬いける、秋いけます、結局そう考えるとコスパはいい、うんうん、コスパがいい、いいこと言うでしょ、うん、いいこと、しめしめとそうだそうだ、ちゃんも履ける、あ、もちろん履ける、履ける、じゃあいいじゃんね、コスパ、私も履ける、私は、ね、ちゃんも履ける、履ける、じゃあみんなで履ける、いやいやいや無理だわよ、じゃあ2000で大丈夫です、大丈夫です、じゃあ1人2000ならどこ、まあこれかな、いいね、冬だったら結構重めのニットとか持ってくると、そうね、また全然いい、そうだね、かなり好き、でも春なんかパーカーでスニーカーとかが一番合わせやすいかもしれない、なんかね、さっきのは白いの、あのちょっとね、スタジオクリップのやつは柄が若かった、あそのチェックの感じとか、もうちょっと細かい感じ、なんかね、こうこれとこれぐらいの感じ、あほんと緑で、こういうのも入ってる、これストライプも入ってるじゃん、チェックストライプ、この柄合わせがなんか凝ってるよね、嬉しいね、もう一つ、調べちゃん、今度はコード、あー、マスミちゃん、これもあるって、そう、私も一応見たけど、こっちだな、こっちだね、マスミちゃんこっちだ、見て、これ私こっちでしょ、マスミちゃんこっちなの、マスミちゃんのオレンジ色のセーターにいいじゃん、いなくなっちゃった。あ、ちょっと来てるじゃん。あ、こうだって。ここドルマンになってんだ。あ、こんにちは。秋買っていただきましたね。あの柄のもっとショートだけ。ははで、あるんだ。でも柄ですもんね。あれと全く同じではないんですけど、じゃあ他にどうしてどうしてる、怖いんだけど。なんかほら、ようやん村にしとるじゃない。
か可愛いんじゃない？なんかこれとかなんか合いそうだね。ちょっと若いよね。ちょっと私じゃないよこれ。あ、そう、いつも買っていただいてる系統だとこっちの方が、多分イメージ、私のイメージが、ね、なんかこれじゃない、興味あるあれ、ちょっと可愛らしすぎちゃった。そう？大丈夫だった。まつみちゃん、これこれはこれ、これえ、めっちゃ似合ってたよ、これ、ね、それ、似合わない。前開けて、あ、これ、これは何だろう、これ誰？あー、デニムシャツ。昔着たな、こういうの。あ、でもなんか可愛いかも。私こういうね、着ないんだよ、こういうの。そう、こういうブルゾンみたいなの苦手なの。でもなんかこの人だけ見た目そうだよね。あ、もっと今こういうの着る時間って短くない？これ何、阿部ちゃん、このパンツ。あ、これストレッチパンツですね。これすごいでも履きやすいです。私2本買いました。え、そんな？私もこれ持ってる。どう？これも、あ、スキニータイプのやつですよ。あ、スキニーじゃないかな。ちょっとこれ良さそうだな。秋ぐらいの、秋ぐらいのやつ。このパンツ見た？あの、ビットコで買った。これいいよ、マスミちゃん。さよなら、さよなら、時代で買ったやつ。そうそうそう、これ良さそう。マスミさんも秋買っていただきましたよ。あと夏のちょっとこれじゃないか。もっと細いやつだ。私もっと細いやつ下が、あ、ですよね、やっぱり、全然履いてないんだけど。え、かわいいな、これ。マスミちゃん履いてたっけ？履いてた、マスミちゃん。え、かわいくない？かわいい。ハイウエストで、多分サイズは38で。ちょっと履いてみようかな。ちょっと可愛いね。ちょっと履いてみて。履き心地がいいよね。気持ちいいですよ。スキニーじゃないってよ、それ。あのスカート可愛いよね。一番可愛い。似合ってるな。なんか色がイメージにぴったりですね。あ、可愛い。どう？可愛いやな。なんかすっげえ。サイズは38で。調べちゃう。バニッシュだよね。ちょっとロールアップしてもいいんじゃない？なんかバニッシュかわかんないんだよ。目が合うんだよ、これに。かわいい。このパンツ2点お買い上げで、何割引きってないわ。これ今1点からなんですよ。えぇ、足が綺麗だな。どう？綺麗だな。足も出したんだ。足も肉ついたんだよ。でもこの辺全部かわいい。足も太くなった。ルーツもなんか足じゃなくて。欲しいの。可愛いな。ちょっと下げ気味で履いても可愛くない？うん、可愛い。ほら、私さ、男の人がこういうパンツ履いても好きなの。わかる？一人しか映ってないんだよ。一人です。かかってる。私なんか見たことないと思う。でもやっぱり私買ったやつですよね。何をぐちゃん買ったの？私は秋冬の、秋冬の持ってますけど、これは日本では買わなかったニットベスト、白シャツに合わせてきたりしたの。あのさ、まつみちゃん勧めてくるよ。恐ろしいでしょ。恐ろしい。あ、私その色ダメだ。黒、これだけさっきのスカートでもいい。これはちゃんと。これもかわいいね。かわいい。あ、かわいい。あ、絶対かわいいね。かわいい。あ、いいね。それでもいい。これ中に、多分ね、この肩って、私多分、肩幅気にしいだけど、多分大丈夫。いや、下がるからね。これなら結構コンプレックスは。中に何を着るかだよ。ただ、短くて見せなくても、どっちでもいいんですけど。ちょっと着てみないとわかんないな。着てみましょう。あ、かわいいじゃん。お疲れ様です。かわいい。素敵。
いやちょっとわかんない、自分でわかんない。素敵だって、まだ見てないもん。あらこれちょっとさ、買わなきゃダメだな、これこれは買いです、これは買わなきゃダメだね。かしじゃん、似合う、似合う、はい、ものすごくかっこいい。あのこのカシクールがさ、カシクールって何なんだ、カシクール、わかりました。なんかちょっとお腹カバーできる。いやでもね、本当にね、似合ってるよ。でさ、このそのモノトーンが、このロンティーはめちゃいいです、このロンティーすごいいいね、うん、似合ってる。首周りもちょうどいい感じ。なんかベストとか着る時期、しかもレイヤードにできるしね。そうですね。1、2、3、4着、5着。え、なんかさ、こういうこと、私春物買ってないじゃん、こういうの着ると春物本当に買ってないで、1枚も、だからもうそういうノードになってなかったけど、買うと頑張ろうと思う。あ、おしゃれしたくなる。したくなってきたでしょ。いやでも本当にね、かっこいいよ。いい？うん、すごいかっこいい。どっちかっていうちょっと雑誌から抜け出たらいいんじゃないかな。マジで、マジで、マジで。買わせようとして、え？じゃあ買わせようとしてじゃなくて、本当に似合うよっていうこと。全然太っても見えないし。でもこれならちょっとお出かけ気になる。いいよ。なんかモノトーンで揃えてる感じがいいですね、うん、なんか目を引くわ。スカート、あー、でもさっきのがこっち可愛い感じ、あ、可愛い感じ、あ、これだったらさっきのチェックのスカート、そうだね。え、しかもこうなるの、ちょっと横に、え、可愛くない、前じゃない、まっすぐか、今の風の下風、あ、びっくりした今、うん、抜いて、結構開けるの、開けても閉めてもいいんじゃない、全部閉めるよりかはいい、少し開けてもいい、それにこのスカートじゃない、もしこっちじゃない、ほら、かわいい、こっち、このスカートだったら、うん、これだよ、こうだよ、こうだ、かわいいですね、さすがちゃんまさん、さっきのだとパンツ、そう、そして後ろもかわいいですよ、あ、後ろはなんかほらね、素敵な感じ、私、白のスニーカー合わせたい衝動に駆られるので、貸します。